こんにちは本日は進化し続けるマイクロソフトのゲーム開発環境最新動向というところで Azure から Visual Studio2022、Windows 11、Windows 365までというところで講演をさせていただければと思います。マイクロソフトコーポレーションのゲーミングエコシステムオーガナイゼーションというところで仕事をしておりますクラウドソリューションマネージャーとして仕事をしております下田淳也です。よろしくお願いいたします。 でまず実行紹介ですが、下田淳也です、クラウドソリューションマネージャー何っていうところがあると思うんですけれども、ビズデブというもの、あとデブレル的なロールをしております、もともとちょっと違う職種で入ってたんですけれども、この7月からそういうロールになりました。 そして、えー、実はですね、昨年、えー、マイクロソフトに出戻ったという経緯がありましてその前はあの某クラウドの会社とか、えー、某ゲームエンジンの会社とかでゲーム開発の会社とかいろいろ、えー、おりました。 でえー、と古くは MS にです、ね、2002年に入社しておりましたでさらにその前は、えー、ファミコンとかゲームギアとかの,あの開発の方で、えー、開発の現場にいてあの、まあ、360とか、えー、いろんなゲーム開発のリードをしておりまして、えー、今はです、ね、開発支援を中心にクライアントサイトからバックエンドまでカバーしているという状況です。 で本日のお題目なんですけれども、あの4つあります、ゲーム開発と Azure というところで、そのゲーム開発環境へのクラウドの活用ですね、であと、ビジュアルスタジオ2022というものが今、プレビューで配信されておりますので、このお話と、あとは Windows11 もプレビューで公開されておりますので、この Windows11 に関して、あまあ、特にあのゲーム関係のところですね、あとは Windows365 というところで、あのこれはまだあんまり あり話せるところはないかと思うんですけれども、そういうところをお話しできればと思っております。で、まず最初ですね、あのゲーム開発環境への、えー、クラウド活用というところになります。で、このゲーム開発環境へクラウドを活用するというところに関して、あの今いろいろ課題があると考えています。ですとか、あのお客様からもそういうお話をいろいろお伺いします。 であの課題として4つあると思っていましてその開発コストの増大とというところですねその次世代機 XBOX シリーズ X ですとか PlayStation5 ですとかいろいろな次世代機が登場しましてそのゲームの開発時間開発コストというものがあのどんどん増えてきているというところでこの開発コストをいかに削減するかというところですね。 そして、あのまあ、今も引き続き、えーまあ、緊急事態宣言とか出ている状況ですけれども、えー、COVID-19 の影響というところですねそのゲーム開発のこういう重要な局面でその新型コロナウイルスの、えー、全世界的な流行というところがありその収束時期もまだまだ読めないというところがあります。 そして、あのー、こういう中でも事業を継続しなければならないというところですね、そのたびたび発令されるその緊急事態宣言下でも、その事業は継続していかなければならない。そして ゲームをプレイするお客様のプレイスタイルにもあの変化の兆しがあり、やっぱりオンラインのマルチプレイだったりっていうものが増えてきたりですとか、いろいろプレイスタイルというものも変わってきているのかなというところがありますので、こういうところにもあの迅速かつ柔軟に対応できる環境というものが急務であるというところがあります。 そして、えー、4つ目としてその柔軟な開発環境というところでそうこういうあのコロナだったりさまざまな状況にも柔軟に対応可能な開発環境というものが求められているというところがあります。でらにあの柔軟かつ効率的な開発でそれがスケールできるみたいなところまでできると皆様あのこういう環境でもより事業を継続さらには伸ばしていけるというところにつな、えー、げていただけるのかなと思っています。 でまあ、緊急事態宣言まだ出ていますというところでこの中でもあのクリエイティブな皆さんのお仕事が柔軟にできるようにというところでそのクラウドの活用ですとか AI の活用ですとか複数拠点での、えー、コラボレーションですとかそういうところを実現できないかなというところになります。でですねあのこの柔軟な開発環境というところに関しまして実は、えー 8月26日あさってですねあさって木曜日の午前中11時20分から12時30分に第3会場であの株式会社バンダイナムコスタジオ様の八重樫様があの2020年代のゲーム開発のためのクラウドネイティブ c i c パイプラインの構築というあのご講演をいただきます。でこの中であの八重樫様ですとかバンダイナムコ様の中でのこれまでの経験とかそのクラウドサービスの特徴とか制約を踏まえた上でいかにして性能を 向上えー、さらにはコスト削減を両立して、クラウドネイティブな、あのーまあ、2大ゲームエンジンである Unity、Unreal エンジンの CI、CD パイプラインを構築なされたのかというようなお話をいろいろしていただける予定になっておりますので、こちらも、えー、ぜひご覧いただければと思います。なので、あのー、本日、私の中では、私の講演の中では、その Unity とか Unreal の CI、CD というところは割愛させていただければと思っております。 でここから本題に入っていきたいと思うんですけれどもその皆さんマイクロソフトのオープンカルチャーってご存知でしょうかあのですねマイクロソフトの中に実は GitHub があります GitHub があの同じ傘下にありましてこの GitHub 上でその世界的なリモート開発だったりコラボレーションというものを加速させています。で実はその何でしょう マイクロソフト自体もその GitHub だけではなくもちろん GitHub はものすごくオープンな会社なんですけれどもマイクロソフト自体もかなりオープンな社風に変化してきていましてそのマイクロソフトだったり Azure だったりのリポジトリの数 あのオープンになっているリポジトリの数 GitHub 上のこれも 4.3K4300 ですとか16001800ですとか MS、Azure、Azure のサンプルを組み合わせただけでもこんな数がありますそして開発人数,人数も 4.5K ですとか 1.9K ですとか圧倒的な数がいてあの実はさらにあの非公開なんですけれどもそれも含めるともう桁違いなレポジトリですとか人数が参加しているという状況です。 でこの GitHub の中でドットネットがオープンソース化されたりですとかあとマイクロソフトとしては GitHub Actions というものが2019年に公開されたり GitHub コードスペーシスというものが今ベータで公開されていたりあ2021年にベータ公開されていたりというようなあのどん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  GitHub 自体も進化を続けていてその中でオープンなコラボレーションというものを進めています。 でまあ、あの有名なプロジェクトですとかもいろいろありますけれども、まあ、今日はあんまりそんなに時間がないので、えー、サクサクいかせていただければと思うんですけれども、えー、近年 GitHub に実装されたものとしてはこの GitHub アクションズと GitHub コ、えードスペーシスというものがあります。でこれがですねどんなものかというとサーバレスで CICD、えー、継続的インテグレーションとかデプロイがえ自動化できると。 その今まで CI/CD をやろうと思うと CI/CD 用のマシンを構築するそれをセットアップするメンテナンスするいろんなあの手間がかかったんですけれどもそれがありませんもうあのサーバレスで CI/CD ができてしまう PC 用意しなくても全部自動化できてしまいますそして GitHub コードスペースこれが何かというとクラウド上に自分の開発環境を持てますで GitHub でブラウズしているだけではなくもうそのブラウザの上で開発まで全てできてしまうと。 いうようよなものののにななっていていいこの2つの組み合わせかなりやばいですあのもうクラウド上で開発全部できてしまうというような世界がもう目の前にあります。でこの GitHub 上のそのマイクロソフトの OSS に関してはいろいろなツールですとか言語だけではなくてです、ね、あのゲーム系のサンプルや何かもあったりしますのでぜひそういうサンプルも覗いてみていただければと思います。 例えばそのゲーム内のデバッグゲーム内にそのデバッグ表示をしたり 3D 空間にデバッグ表示をしたりテレメトリあのー、でしょうユーザーがユーザーというかゲームプレイヤー,です、ね、ゲームプレイヤーがゲームのステージ上でプレイしている状況ですとかを逐一貯めていただいてそれが例えばあるステージのカドッチョであのプレイヤーがよく死んでいますとか、えー あるとところに行くとあのプレイヤーが迷ってしまいまいすみたいなところを可視化するというようなもののためのサンプルコードみたいなものも GitHub 上に上がっていますのでこういうものも是非ご活用いただければと思います。 そしてあのゲームだけではないんですねゲーム以外に関してはもっとあのいろいろな OSS がありまして例えば AirSIM というものですねこれはそのマイクロソフトリサーチという研究機関がありますけれどもこのマイクロソフトリサーチが主に開発しているオープンソースのドローンと自動車の自動運転のための環境シミュレーター。 でかつその上で機械学習ををしてそれを適用するとというようよなところままでできるようなな下地になっていますでこんな感じのものがあの GitHub 上で公開されていてさらに、えー、Unreal Engine と Unity のプラグインもそこにありますのでビルドして、えー、エンジンに組み込んでいただいて今下に画面が動いているようなものを実際に、えー、試すというか学習させる、えー、AI を学ばせるみたいなこともできるようになっています。 でですねあの、GitHub はもちろんマイクロソフト傘下にあるんですけれどももう一つ大きなバージョン管理のシステムとしてよくお耳にするのがパーフォースというものがあります。o w e r f o r c e 社とも実はあの我々提携していまして Xbox ゲームスタジオでも活用しています。 であのつい先日、ですねこれがですね6月17日にパワーフォース社とマイクロソフトの提携ソリューションも発表させていただいていましてあのパワー f o r c を即座にもう使えるようなライセンスというものとかつ、Azure 上にそれが展開できる。 でさらにそれでサーバーパワーフォースのサーバーができてそのサーバーにアクセスするクライアントのワークステーションのイメージもあるみたいなものがあるのでもう本当にボタン1つでこのパワーフォースの環境を作ってパワーフォースを使い始めていただくみたいなことができるような提携も発表させていただきました GitHub とパワーフォースの違いなんですけれども GitHub はもう本当にソースコードのコラボレーションにものすごく向いていますでパワーフォーーススに関してはもちろんソースコードの コラボレーションももでできるんですけれどもバイナリデータですとか大きなバイナリー特にの扱いが強いのであのゲームスタジオや何かでよく使われている例が多くてですねあの XBOX ゲームスタジオでもこのパ o w e ス使われているのでその事例や何かも今後もうちょっと皆さんのところにお届けできればと思っています。 でですね、えー、続きまして、えー、今度はですねインクレディビルドとの提携というものもしております。これが何かというとそのゲーム開発に携わられている皆様特にコンソール系の皆様はご存知だと思うんですけれどもその大規模なプロジェクトのビルドを行うためのソリューションこれをあの複数のマシンを並列化させて、えー、ビルドを早くするというようなソリューションになっています。でこれが今まではその 並列化させるマシンがオフィス内にないといけませんでした。 これを今、クラウド、Azure 上にもスケールできるという機能が i n c r e んから b u i l d さんから a z u r e マーケットプレイスに提供されていましてあのご自宅からのビルドもクラウド上にスケール、並列化させるですとかオフィスの環境でのクラウド上でのビルドを並列化させるさらにはあの一般のオフィスでは手に入らないようなレベル例えば数十台のマシンなら用意できますですがクラウド上に。 100を超えるですとか数百のマシンですとかコアをスケールさせてビルドを速くするというようなこともできるようになっていますのでこちらもぜひ覗いてみていただければと思います。というところであのまあ今はあのベースになるようなソリューションのお話をさせていただいておりましたが。 これ以外にもそのゲーム開発の基本機能だけではなくてゲーム開発自体のデジタルトランスフォーメーションというところもあの皆様のご支援をさせていただければと思っています。でこれがどういうものかと言いますとそのゲーム開発と先端研究の融合による開発の効率化であったり新たなゲームプレイ体験の創造というところになります。 あの先ほどもエアシムのところでマイクロソフトリサーチというところが部門があるというお話をさせていただきましたがこのマイクロソフトの先端技術研究のために1991年に設立された部署になります。 でこの2021年現在ですね世界に8拠点もマイクロソフトリサーチがあって1,000人を超える研究者が20以上の分野で日々日夜研究をしているというような研究機関になっていましてこのマイクロソフトリサーチが実はそのゲームへの技術応用を研究しているチームもあったりします。でこのチームと XBOX ゲームスタジオ マイクロソフトの、えー、ゲームパブリッシング部門とあと開発スタジオ群がさまざまなものがあって、えー、これが今23スタジオほどあるんですけれどもこのスタジオがマイクロソフトリサーチと協力をしてゲームに最先端技術だったり AI 技術を取り入れるというところを積極的に行っています。でこういうノウハウをどん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 共有,共有していきたいと思っております。 であのー、さらにですねこのような効率的なコンピューターを使う先端技術というところでもう本当にワークステーションだけだと、えー、もう マシンパワーが足りないというところも出てきていますのでさらにクラウドも活用してもっとすごいコンピューティングをゲーム開発に使おうみたいなところが今実現できるようになってきていますでまさにこれを実現しているのがそのマインクラフトであったりマイクロソフトフライトシミュレーターであったりクラウドが積極的に活用されているというものになっていますでさらにはクラウド活用というところで AzurePlayfab というものでゲームのバックエンドサービスの共通化というようなものも行っています で、こんな感じで、マイクロソフトの研究機関、マイクロソフトリサーチ、世界中にあります。で、このチームが、マイクロソフトリサーチと XBOX のゲームスタジオが強力なタッグを組んで、さまざまな先端技術を開発しているというものになります。で、どんなふうに使われているのかなというところになるんですけれども、あの 例えば一番左側ですね3つ挙げらさせていただきますが、えー「フォルツァモータースポーツ」というものですねこれはカーレースのゲームになりますけれどもやはりこのカーレースを、えー、リアルに再現したいというところで、えー、レースコース をもう手で作るのだと大変なのでレースコースを忠実に再現するためにフォトグラメトリーという技術であったりレーザースキャンライダーと呼ばれていたりしますけれどもこういうもので実コースを再現してしまうですとかあとはそのコースがリアルになってくると今度はライバルカーがその挙動がリアルじゃないとものすごく不自然な感覚が生まれてしまいます。なので今度は コースをリアルにしたその先にライバルカーを人間味のある運転をさせる挙動をさせるというところに AI を使って人間味のある運転をさせるというようなものを研究実際の実装が行われていたりします。で今もうこのフォトグラメトリーとかライダーは iPhone とかでも,もう手に入るようなレベルになってきていますが、まあ、フォルサで使われているのはもっと遠距離ですとかが測れるようなあのもうちょっと大規模なものになったりします。 2、えー、つ目としてマインクラフトですねここはマインクラフトというものがあの、まあ、ゲームがプレイできる箱庭みたいなものになっていますけれどもこれにとどまらない、えー、活躍を実はマイクロソフトの中でしています何かというとこのマインクラフト上で AI を学習するための環境を構築するということを、えー、MSR と一緒に行いました。 であの、プロジェクトマルモと呼ばれていたりしますけれどもマイ,クロソフトあマインクラフト上にその AI が動くですとか学習するですとかというものができるような土壌を組んでしまってここにあのー このチームだけではなく一般の人たちがコンテストとかコンペに機械学習教科学習のためのコンペに参加できるというようなものも開催させていただいていてあの世界中の例えば大学であったりあの実は日本の大学からもこのコンペに参加いただいているようなチームがいらっしゃいます。そして3つ目としてマイクロソフトフライトシミュレーターというものがあります。 でこれが、えー、リアルな世界を想像するとあの、まあ、かなり長年マイクロソフトフライトシミュレーターというものが作られているんですけれどもあの昨年リリースたされたバージョンに関しては地球全体をカバーーーすするフライトシミュレーターになっていますで広大かつ詳細な世界の 3D データを必要になってくるんですけれどもこれをもう人間の手で作るのはもう無理が限界があるというところで。 マイクロソフトにちょうどビングマップというものがあの地図データがありますのでこれを活用して AI が 3D でモデルを作ってしまいましょう人間じゃなくて AI がもう世界中の 3D データを、えー、立体的に作ってしまいましょうということを実現したりですとかあとはその地面 がリリアアルルにななったとしててもも今度ははその上を飛んでであまりリアルさは感じないんですね空虚な空間を飛ぶことになるのでさらに実際の気象データをもとに気象シミュレーションをこのゲーム上で行いましょうというところで本当にリアルな世界を飛んでいるようにさらには飛んでいるだけだとやっぱり見栄えは良くなったんですけれどもまだ感覚が今一つというところでその感性等との通信というものもよりリアルにしましょうというところでこの感性等との通信 Azure コ i v ニティブサービスを採用することであの声優さんの音声から学んで感性との音声を生成するというようなものも実現されています。で、これがどんなものかというとあの Microsoft f l i g フライトシミュレーターでデジタルツインを、えー、実現するというところで Bing マップですとかさまざまなデータが使われているというようなものになっています。ちょっとあの時間があまりないかもしれないのであの、まあ、内容はあのスライド後ほど共有させていただきますので細かいところはご覧いただければと思います。 であのー、そうですね、開発秘話とかビデオとかもいっぱいあるので、あのー、ぜひこういうサイトも覗いてみていただければと思います。で、ちょっとここですね、あのー、音声だけでも聞いていただければと思います。狭<ペー>いで止めます。 であのー、今、音声が流れていたと思うんですけれども、これっていろいろな世界中に管制塔があって、そこの管制官、あの同じ音声だとやっぱり、うんって思っちゃうと思うんですけれども、地域地域で違う声優さんを使って、かつゲーム内のリアルタイムに生成されたテキストから、声優さんの声でえゃらせるというようなもの、声優さんから学習して、声優さんの声真似をして喋るというようなものが実現されています。 でさらにです、ね、この a z u r e p l a y f u b というものがフライトシミュレーターで使われていてそのマーケットプレイスユーザーさんとかそのフライトシミュレーターのチームが作ったコンテンツが配信できる環境を使っていたりとかあとはマルチプレイヤー複数人対戦のための機能というものが p l a y ァブ b というもので実現されています。 でこのコグニティブサービス、先ほどのコグニティブサービスに関しましては、ウェブ上にあのデモというかサンプルページがありますので、こちらもぜひご活用いただければと思います。で実際、これあの後ろで流れているのが、私があの実際のサンプルのウェブページに行ってテストしてみたものなんですけれども、で下に行きますと、音声を入力する場所があります。英語に切り替えて、 こんにちは。本日はセッションに参加いただきありがとうございました。ちょっと実物近いんですけれども、のあのテキスト欄にもリアルタイムに翻訳された内容、音声から日本語で喋ったものが翻訳されてテキストがバッと出てくるみたいなものも実現できてますので、こういうのがゲーム内に組み込むことができます。 であとはですね、あの面白いところとしては、そのゲームスタジオのところであの、ボットや何かによる自動テストと効率化ということもやっています。でこういうところもあのスライド発表ですとかがありますのであの、ぜひご覧いただければと思います。で、えー、はい、言われるのみになってますがで、あと、そのテストというところでもう一つ面白いなというのが、 これ今右側でその,の画面が動いていてます。これが何を行っているかというと Azure の GPU がついた VM バーチャルマシン上で稼働させているゲームをストリーミングという機能でウェブブラウザにストリーミングさせています。 私の,あの PC 上のウェブブラウザ上にすごくリッチなリアルな絵が離れたところから飛んできている。で、ウェブブラウザ上で操作ができます。で、これは PC のウェブブラウザだけではなくて iPhone だったり iPad だったりタブレットデバイスだったりもしくは例えばですね、あのー 今、テスターさんもあのオフィスのビルに集めるのが大変みたいなところにゲームプレイをリモートでやってもらうためのテスト環境を用意したりというようなことができたりとかあのショールームにこういうリッチなものを用意したりさまざまな用途が考えられるかと思います。 でさらにですね、マイクロソフトチーム s をゲーム開発に活用というところで、さまざまな、えー、タブですとか、ボットを組み込むというようなこともできるので、あのこういうところもぜひ、後ほどスライドの方をご覧いただければと思います。 でというところであのゲーム開発とか開発環境のデジタルトランスフォーメーションというところをあの我々としてはあの強力に支援させていただければと思いますので開発コスト削減ですとかコロナ禍でも DX の中でも成長されたい柔軟な環境が必要そういう時にあのぜひご相談いただければと思いますではもう,もう最後の方になってきてしまいましたので駆け足で「ビジュアルスタジオ2 0 2 0のプレビューのお話をさせていただければと思います であのものすごく六十四ビット化されたことで、ビルドが早くなったりですとか、AI でコード作成の支援をしたりですとか、クロスプラットフォームのゲーム作成ですとかができるようになっています。あゲームじゃん、アプリ作成ですね。六十四ビット化されているというところと、あとは Windows イレブンというところで。 ゲーム開発の皆様向けのポイントとしては、新しいマイクロソフトストアができたというところですね。あと、さらに HDR 対応ではないゲームを HDR 化できる。あとは NVMeSSD から GPU にダイレクトにデータを転送することで、ダイレクトストレージと呼んでおりますが、えー、高速にゲームが起動できるというようなことが、Windows でも実現できるというところになります。であとは Windows365 ですね。 ま,あこれはあのまだあのプレビューといいますかあのごく一部にリリースされているだけですので後々またご紹介できればと思います。はい ではですね、最後に、えー、なりました。はい、ありがとうございました。ぜひその、この後ですね、アスクザスピーカーというところが、えー、ありますので、もしあの今、えー、お話の中で気になった点ですとか、あのここもうちょっと聞いてみたいみたいなことがありましたら、えー、アスクザスピーカーコーナーにご,覧、えー、ご来場いただければと思います。で、そこで Q&A ですとかさせていただきますので、あのもしよろしければですね、あのこのスライド中の,あの QR コードですとか読み込んでいただいて、あの URL と,と同じものですが、あの弊社の方にコンタクトいただければと、あのセデックであのゲームのことを MS の人間から聞いたんだけどみたいにあのコメントいただければあのつないでいただけるかと思いますので、あのぜひぜひ、日を改めてでもよろしくお願いいたします。では、そうです、ね、あの続いてアスクザ h ス s p e a ーコーナーでお会いできればと思います。ありがとうございました。